皆さんこんにちは。紹介いただきました国民民主党代表の玉木雄一郎です。いやー、またこの福山駅に来るとは思いませんでした。ありがとう。覚えてらっしゃいますか、皆さん。2年前、この福山駅で森本慎二さんのために、今日お越しの皆さんにも多くの皆さんにお集まりをいただいて、あの厳しい選挙を皆さんと共に立ち行きました。しかしあれから2年で再び選挙をするなんて夢にも思いませんでした。森本慎二さん、先ほど佐藤浩二さんが話をしたようにトップ当選、これは皆さんの大きな力の結集の成果です。しかしその選挙の陰で後に明らかになる大規模な買収が行われていたなど、当時我々は知る由もありませんでした。今回の選挙を自民党は出直し選挙だと言っていますが、ちょっと待ってほしい。捜査中だから、裁判中だからといって1億5000万円ものお金を使った、そのお金の使途や一体どういうことが行われたのか、一切自民党は本人も含めてこれまで説明を拒んでいます。十分な説明責任も果たさないまま出直されても困ると思いませんか、皆さん。今回のこの広島の選挙は全国が注目してます。もちろん長野県でも、また衆議院の北海道2区の選挙も行われますけれども、なんといっても全国の注目が集まっているのは間違いない、この広島の選挙なんです。皆さん、なぜ注目されるのか。それはお金で票を買うという、そんなことを引き続き日本の民主主義は許すのか許さないのか、私たちのこの根本が問われているのがこの広島の選挙だからです。皆さん、間違ったことをしたら選挙を通じて主権者たる国民がそれは間違っている、そのことをしっかり示して結果でそれを見せていく、この当たり前のことをもう一度取り戻さない限り、私は日本の民主主義の復活はないと思っているんです。その意味ではこの広島の選挙はこれからの日本の民主主義そのもの、私たちの子や孫の生きていくその日本が本当に真っ当な国になるのか、正直なことが報われるのかどうか、そのことが我々の価値観や道徳観の根幹が問われているんですよ。示していきましょう、私たちの民意を。そしておかしいことにはおかしいと言える、その力と意志を結集していこうではありませんか、皆さん。今国会ではおかしいことだらけですよ。皆さん、コロナ対策一つ取ってみても、もうイギリスでは先週の金曜日から全ての国民が1週間に2回最寄りの薬局などで検査を受けたいと思ったら全員が受けれるようにしました。でも日本ではまだなんだかんだ理由をつけて検査一つ進まないじゃないですか。皆さん、新型コロナウイルス感染症っていうのはある意味他の病気と圧倒的に違うのは、
症状のない方、自分も自覚がない、いわゆる無症状者が自分も知らないうちに人に、家族に、友達に広げてしまう、これが最大の感染の理由なんです。であれば無症状者も含めて広く大規模に検査をして早く感染者を見つけ出し、隔離し療養に回していく、これをやらない限りは感染は抑えられないのは当たり前じゃないですか。広島では先行的にこれをやれていることは素晴らしいと思います。しかし全国を見たらまだやらない理由ばっかり探してるんですよ。そろそろ変えていこうじゃありませんか。命と健康と、そしてまっとうに生きる多くの人の暮らしを守るために、宮口春子のもとに結集をして頑張っていこうではありませんか。最後に一つ、私は宮口春子さんに本当に期待しています。後で本人からも話があると思いますが、弱い者の立場に立って声を上げたくても上げれない多くの人の声を国政に届けようと立ち上がったのが宮口春子さんです。このコロナが私たちに突きつけたものは、弱い人ほど多くの悲しみや苦しみを背負わなければいけないという今の日本の現状なんです。リーマンショックの時がありました。あの時は急に多くの仕事がなくなって、働き盛りの男性の経済的理由の自殺が増えました。あれから経済が少しずつ回復して自殺者数もだんだん減っていきましたが、昨年2020年11年ぶりに減少を続けていた自殺者数が増加に転じました。そして中身も違っています。去年の自殺者数、中身を分析してびっくりしました。11年前は働き盛りの男性の自殺者数が多かった。昨年は圧倒的に女性です。しかも30代未満の若い女性の自殺者数が急増しています。非正規で働いている人、特に飲食店で働いている方にはこういった女性が多い。そして1980年統計を取り始めて40年、過去最高を記録したのが子どもの自殺者数が過去最高となりました。日本では若い人の死因の第1位が自殺なんです。皆さん、本来希望を持ったり未来を一番感じるはずの若い人たちの死因の1位が、がんでも脳卒中でも心筋梗塞でもなくて、死因の1位が自殺なんていう、そんな国を、政治を、政策を変えていこうではありませんか。皆さん、その先頭に立って私たちの思いを伝えて国政で頑張ってくれるのが宮口春子さんです。皆さん、そう思いませんか。2年前、皆さんの力で特にこの福山から政治を変えていただきました。もう一度ここ広島から、福山から、皆さんの力で日本の政治を変えていく、その大きなドラマの1ページを一緒に作り上げていこうではありませんか。私も佐藤浩二さんと一緒になって、国民民主党も結集広島の一員として、そして政党が結集するんじゃないんです、多くの県民国民を結集させる、そのために魅力を尽くす、その覚悟を申し上げ、そして皆さんと一緒に
宮口春子の当選を勝ち取ること、全力で努力すること、お誓い申し上げまして、激励の挨拶とさせていただきます。皆さん、共に頑張りましょう。